この戦、七色戦法で行く。別動隊は上杉本隊のいる最助山へ。全身を八幡原へ突き出せ。本隊は海津城より八幡原へ速やかに移動。突かれた上杉本隊を待ち伏せる。最助山への道塞がれておるか。中央砦を守る敵を退けて門を開けよ。開門。重要拠点、上杉に奪われたらおしまいだね。撃ち抜いたわ、敵将の。かっこよすぎかの。風林火山。やりすぎちゃったかしら。
死後なり。麦の輩よ、青江兼次が相手だ。撃ち抜いたわ、敵将の。しまった、剣心公の身が危ない。あっぱれなものの不要の主人が晴れてきたね。開門。戦法敗れたり、全部武田本隊に突撃せよ。兄上、我が本隊は布陣すらできていません。私が食い止めるゆえ、その間に対策を。我こそは信玄が弟信重なり。剣心の首もらい受ける。うわ、開門。本体は剣心の猛攻を正面で受け止めよう。その間に妻女山別動隊は二手に分かれ下山。本体と別動隊の二体で上杉軍を三方向から包囲殲滅する。ここは誰も通さぬ。仕上げます、信重様、討ち死に。剣心公の奇襲を受けて武田本隊は大混乱だ。これ本隊に合流して食い止めて開門。西方の進軍路確保しました。この死は無駄にせんよ。この戦必ず勝ってみせる。我らを三方より囲む中、さすが主君。反撃しちゃおうか。上杉の将を討って取るのじゃ。
信繁さんの死に動揺するどころか戦をひっくり返しちまった。さすが信玄公。私で決まりね。この闘争、天に捧げる。開門！